死の呪文、死の魔法、9と4分の、あ、ちゃった、あ、ブブー第6問、ハリーポッターで一番最初に唱えられた魔法は何？これ難しい。これは結構、これ結構マイナーだぞ。これわかんなかった。ちなみにそれはあれか、俺全くわかんないから聞くんだけど、今までの問題に出てたか、その問題とか今までの。出てない出てない出てない。これそれわかんない。え、待って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 、え、呪文の名前言ってたっけ。さあルフィ、これボケがいがあるな。ボケがいあるな。何でも言っていいぞ。そうだよ、初めて唱えられた呪文だよ。うん、やろう。この帽子をお前に授けるって言って、授けた。あの帽子かぶせられてグリフェンダーっていうやつじゃないの、あれじゃないの。それは魔法とはまた違うな。魔法が強いな。もう知ってるとこ俺フル活用してんだけどな。もうそこどっちかって言ったらお前グリフィンドールじゃなくて海賊王って言ってほしかったな。確かに。ネズミの尻尾を生えよ。あ、正解。あ、わかんねえわかんねえ。そんなんがあったんだ。それすれば知らんわ。もっと冒頭なんじゃないか。お、というと、というと、いや、その、なんかその、というと、というと、ハリーのお父さんとお母さんがこうなんか、あの、ここのに雷の傷を入れたその時の魔法、雷の傷を入れみたいな。ダッサお前何それ。英語で言うとかっこいいかもしれないじゃん。そのあの 額にボディライジングみたいな。何それ、ボディライジング。ちなみにあの雷は敵のヴォルデモートにつけられたものであって、そうなんだ。お父さんとお母さんがタトゥーで入れたわけではない。これは唱えられた魔法だから、ちゃんと口で言った魔法だ。ハリーポッターたちが通学中に起こってる。ホグワーツに通学するときに起こってる。全然知らねえわ。俺もわかんねえな。うわぁ、むった名前わかんねえな。名前がわかんねえ。なんか、ハーマイオニーがレジスターみたいな。ピピッシュシュシュって言う。わかんないわかんない。お前の世界観すぎる。このネズミを小さな器に。カバレーみたいな。こういうやつだよな、確か。ちょっと惜しい、ちょっと惜しい。ロンが言うやつだよな、ロンが言うやつ。むちゃくちゃ惜しい。ネズミを違う生物に変われ。ネズミを黄金に変われ。ネズミをメダルに変われ。ネズミを高価なる硬貨へ変われみたいな。ネズミを宝石に変われ。ネズミをネズミ、王冠に変われ。じゃあ王冠じゃないなら、ネズミをティアラに変われ。ちょっとな方向が変わってきてるから。ずれてきてんな。だから、あ、そっか。ネズミの体の色を変える魔法だ。あ、早い。お、これ来たぞ。ネズミを金色に変われ。いや、惜しいな。違うんだよな。ネズミをネズミ、銀色のネズミに変われ。違うな。そっちでもないのか。離れた。ネズミを、黄色に変われ。いいよ。出た。素晴らしい。パーフェクト阻止。待って、プラス 0.5 ポイント、その次のそのシーン言うから、ちょっとプラス 0.5 ポイントプラス 0.5 って何だよ。次のシーン、ハーマイオニーがちょっと入ってきて、あのネビルのカエル知らないって言って、その後にちょっとあのそんな魔法も使えないのってなんかこう見ててあげるわって、こうハーマイオニーがこう座るんだけど、 0.5 ポイントになりませんか。ブブー。第7問、一作目でハグリッドがダイアゴン横丁に入るときにあることをした。それは何。お、トロハルがレンガを叩く。正解。勝ちに来てる、勝ちに来てる。あいつガチだ、もうあいつガチだ。気がつる気ねえぞ。まあ一回のこのな、ちょっと早押しで見せつけとかないと。あるぞな。なるほどな、メンツをな保つためにな。そうなるほどな。早いな、あいつレンガの壁を叩く。早かったな。ボケることすら許さなかったもん。すごかった、ね、まあ許さないな。第8問、ホグワーツに持ち込んでもいい動物、3つ答えよ。あ、分かった。あ、フクロウ、ネズミ、ウサギ。
あいつ多分もう分かってる顔してんな。あいつ分かってる顔してんな。俺ちょっと正直あの2個は確実に分かるんだけど、うん、もう1個がこれでいいのかなっていう部分にはなってる。じゃあ2個答えてくれよ、ドラを。お前マジかよ。お前でもそれぐらい分かってんだったら な, そうだな、分かってんだったらお前教えてやってもいいんじゃないの。まあ、ルフィも1個当てたしな。そうフクロウ、猫、うん、カエル。すごい、正解決まってんじゃねえか。正解じゃねえか。俺の今なんか一回あるはずだった俺のチャンス。なかったな。じゃあ麦わら、あのお前ずるいぞ、俺の回答でずるいのかお前。第9問、ダンブルドア校長の飼っている不死鳥の名前は。あれ、不死鳥といえば、え、そうなの。あれ、そんなの。いきなりキングはなんだ、取れねえだろう、よいマルコ。俺別に変わるじゃねえからな。変わるじゃねえよ、ダンブルドア。おい、うん、赤い鳥なんだ、あいつ。おお、レッドフェニックス。いや、正解。じゃあ、やっぱりやっぱりブルーフェニックス。マルコかな、青いしな。だから俺と絡めてくんじゃねえよ。違う。え、あのワンピースにそういうのいる？それ系全くかすってもいない。これあ、いるいるよ、ね、似てるの、めちゃめちゃ似てるのいる。似てるやつ。もうほぼこいつみたいな。スーロン。クリーク。5文字目は。クルーズフー。違う。フィークス。違う。お前さ、ずるいぞ、引っ張り方。ずるいぞ、その引っ張り方。違う、ルフィ、お前しかいねえんだよ、ルフィ。フィクシー。近いけど違うんだよ。フォークス。取られたー。よしよしよし、取られてんじゃねえか。なんだフィクシーって。お前伸ばし棒ねえじゃねえか、フィクシーって。お前真ん中にトラファルガーが8、麦わらが1だ。いやラストぐらい取ったらどうだ。ラスト取って、ラスト取ったらもう勝ちみたいなもんだろ。だって1問もそもそも与えたくねえって言ってたからやつから1問取ってるから。だからもう実はもう勝ってるからな。1問取ってるからもう勝ってんだよ。じゃあ勝ちって終わりでいい。あれ違うの。それは違うだろ。あ、違うの。勝ちだよ、こっちが。麦わらや勝負だ、早押しだぞ。マジでマジでこれ早もん勝ちだぞ。マジで早もん勝ちだぞ。頑張れよ、頑張れ。押す準備しとけ、押す準備しとけ。もう押す準備しとけ、ほんとに。第10問、妖精ドビーを自由にするためにあげた靴下は。おロ考えて。トム・リドルの日記に挟んで渡した。正解。ルイ、ルイちゃんさ、ルイ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 、問題を最後まで聞かせてくれ。妖精ドビーを自由にするためにあげた靴下は右足、左足。はい、これは二択だ。どうしようかな。お前もうどっちかしかねえからな。俺よし、やだ。お、俺予作とジョニー当ててっかな、この前な。確かにな、そうだな。右足おわ左足、左足。そこはお前逃すのかよ。右足だ。いやーマジで。こいつ運なかったな、今日な。なかったな、持ってなかったな。今めっちゃ面白かったね。右足、左足とかわけわからない。ちなみに、俺も頭の中で、どっちだろう、左足かなと思って、左、うわーと思ったら間違いで、俺も勝てた。お前もわかんなかったな、どっち。わかんない、どっちか。動画が面白いと思ったら、高評価、チャンネル登録もよろしく。ではまた、次回、会おう。またな。まあ勝ちみたいなもんだ。一点取ったから。黄色。俺が9点だ。